JR 東海キハ十一系機動車、キハ十一系機動車、キハ十一型機動車は、東海旅客鉄道、JR 東海、東海交通事業が導入したローカル専用、機動車である。国鉄から JR 東海が承継した機動車である、キハ三十系、キハ二十八系、キハ五十八系の更新と、ワンマン運転の拡大用として九百八十八年から、 投入された中型機動車で JR 東海の非電化区間及び同車市会社である東海交通事業の区間に広く充当された。このうち JR 発足初期に投入された車両については JR 東海の一般系標準車両となった313軽電車をベースに設計されたキハ25型に置き換えられて廃車となってミャンマー国鉄や日立中海浜鉄へ 譲渡されており、JR 東海グループが保有しているのは1999年以降に投入された300番台のみとなっている。新潟鉄鋼所製の NDC シリーズをベースとして一部仕様変更を行っている。車体は最大長18メートル、車体長17.5メートルで、幅2.7メートルの普通構成、300番台以外、 および幅2.8メートルのステンレス構成、300番台、で、日本国有鉄道を、国鉄時代の車両と比べて小型である。出入り口は、ワンマン運転に対応して、車体両端に寄せて、幅850ミ、mm、リメートルの片引き戸を2カ所に設け、押しボタン式の半自動ドアとした。客室側窓は211系電車と同様の、加工式の一枚窓である。 2000年6月から、伊勢車両区所属車両の全車両とみの、大田車両区所属車両の一部に、車体前面の廃照器、スカートを、下方向へ拡大する改造が開始された。腰掛けは、ラッシュ時と日中の換算時に対応するため、ロングシートとボックスシートを組み合わせた、セミクロスシートを採用している。形状を、同時期製造の211系5000番台に、準拠した。 バケットタイプとして、座り心地の向上を図るとともに、ボックスシートは間隔を 1550mm としている。座席モケットも211系5000番台に準拠する。定員は110名で、座席定員60名、300番台は46名となり、従来のキハ40型よりも増加している。主に短距離路線で使用されることから、300番台を、 覗きトイレは設置されていない。冷房装置は、機関直結式の CAU29 を1機、搭載する。また、一部車両には300番台に合わせて後年、ドアチャイムと車椅子スペースが設置されている。エンジンは、キハ85系と同じカミンズ製の CDMF14、ハザを1機搭載するが、変速機に警戒機動車用の CDW15 を使用することから、 出力を抑えている、キハ85形容は 350PS。車体の軽量化とエンジン出力の向上により、従来車に比べ走行性能は格段に向上しており、最高速度は時速 95km で同等であるが、20パーミルの上り勾配で時速 60km 以上、25パーミルでも時速 50km 以上での走行が可能である。代車は、 警戒機動車で実績のある体系新サラ式の空気バネ台車の CDT58、同台車、CTR242、付随台車で、同台車は二軸を駆動する。変速機は、新潟コンバーター製で、変速一段、直結二段式により、従来よりも加速、粘着性能の向上を図っている。なお、伊勢車両区に配置された、名線運用車両の一部には、 家城駅の夜間留置の無人走行事故対策として予備ブレーキのシステムを変更した車両があった。普通構成の0番台、100番台、200番台とステンレス構成の300番台が存在する。1988年に新潟鉄工所で重量が製造された団地用の番台区分である。伊勢車両区に配置され、名称線、三宮線、 規制本線で運用されていた。規制本線滝駅南での運用は原則として、後日の300番台と連結した2両編成以上で運用されていたが、キハ40系との並結は行われなかった。10両のうち1両、9、は2007年1月の落石事故、2両、6.8、は2015年4月8月の車両入れ替えのため、それぞれ車席抹消された。 残る7両も寄ハ25型への置き換えに伴い、同年9月をもって300番台平結用の数本を残して定期運用を離脱し、10月に4両、1.24.5が2016年3月29日付で3両、3.70が除籍され、全廃となった。1988年に新潟鉄工所と自社名古屋工場で23両が製造された。 基本構造は例番台と同じだが、笛シャッターの取り付けや、扉付近の保温対策などが施され、勘違向けとなっている。当初は、全車が、美濃太田車両区に配置されたが、後に107から112の6両が、伊勢車両区に移り、残る17両は、高山本線、主に岐阜城、川口間と大田線で運用されていた。営業運転での多系列並列が不可能。 回送運転でのミキハイ40系と、平結で、トイレがないために単独運用を組まれ、高山本線の長距離列車には使われなかった。鈴鹿サーキットで、会一グランプリが開催された際には、美の太田所属車が貸し出され、臨時列車にも用いられ、定期列車では見られない5両編成でも運転された。伊勢車両区への転属車両は例番台と、共通運用された。この 社外右側にあるバックミラーの取り付け方が配置区によって微妙に異なり、ミノ太田所属者は車体前面から、伊勢所属者は車体側面に取り付けられていた。ミノ太田所属者の左側ミラーには積雪を防止するためのカバーも取り付けられていた。2015年3月14日のダイヤ改正により、ミノ太田所属の全車が運用を離脱し、同月に7両、 106.113115.118から121が、助籍、3両、101.10405が、伊勢車両区に転属した。同年4月に、美野大田所属の7両、10 1 0 2 1 0 3 1 1 4 1 1 6 1 1 7 1 2 2 1 2 3と伊勢所属2両、111.112が、8月には、伊勢所属の4両、 1 0 1 1 0 4百0 5 1 0 8が10月30日付で、伊勢所属の3両107.10910 10 10がそれぞれ除籍されて全廃となった。なお、伊勢車両区に転属した3両は在籍期間が4ヶ月と短かった。東海交通事業が1993年の城北線全線開業時に4両201から204を申請したものである。 基本的な仕様は、基本的に JR 東海の100番台と同じであるが、2両20、201.202は、上北線仕様として、扉付近の保温対策の廃止やドア部のステップの廃止、外反塗色の変更、0.100番台に巻かれているオレンジと緑の帯に変わって、窓周りと全消灯周りにオレンジの帯が巻かれているなどの仕様変更が行われている。 また、203.204の2両は、上北線の線路使用量総裁のために、JR 東海見の大田車両区に貸し出された車両で100番台と、全く同仕様となっており、同区に在籍する JR 東海所有者、100番台と、混用されおり、重付されている車掌も含め JR 東海所有者と、全く同様の外観となっていた。203は、201.202の JR、 東海名古屋工場への検査入場時の予備車として、城北線で使用されることがあったが、その際には、ステップ部分に段差解消のための金属製の箱が置かれた。203.204は、2015年3月14日のダイヤ改正により運用を売り出し、日立中海浜鉄道へ譲渡された詳細工術。また、 上北線での運行に残っていた201.202についても、同年9月8日に、東海港事業が上北専用車両として300番台2両を JR 東海から購入することを発表しており、この発表の中で、現在上北線で運用している、キハ11系200番台2両について300番台の運用開始後に順次比、田中海浜鉄道に譲渡されることが明記されている。 1999年に増備された団地向けの改良車、新潟鉄工所で製造された6両が存在する。それまでの普通構成からステンレス車体となり、車幅が2.7メートルから2.8メートルに拡大されているほか、車椅子対応トイレの設置、側窓の固定化、貫通路上部への全消灯の増設が行われた。前面の行き先表示器は、 左側上部に移されている。車内のカーテンは同時期に製造された313系電車と同様のフリーストップ方式となった。同年に増備されたキハ75型と部品の共通化を図るため仕様が変更され、エンジンは CDMF14HZB 台車はキハ75型から溶断波を省略したボルスタレス式 CDT64。 CTR252 を採用、運転台のマスコンハンドルは手前に引く横軸式になった。このほか、座席の枕カバーが0.100番台の黒からベージュに変更されたほか、車外へのバックミラーの取り付け方も0.100番台とは異なるものになった。2015年7月までは、主に長距離列車の多い帰省本線の滝居なんで、 運用されていたが、同年8月より行きは25型に置き換えられ、本形式は、帰省本線の長距離運用から撤退し、亀山駅、内城駅、鳥羽駅間の三宮線、名称線運用が中心となっていた。帰省本線の長距離列車で運用されるときは、0.100番台平結の2両以上で使用されていた。2015年3月ダイヤ改正時点において、 キハ11系の中で唯一置き換え対象外とされた車両でもある。2017年4月1日現在は、名称線で一両単独にて運用されている。6両のうち2両、301.302については2015年9月8日に、東海交通事業が購入することを発表した。301は、同年9月11日付で、JR 東海から除籍となり、 9月24日から上北線で運行が開始された。300にも2016年3月11日付で JR 東海から除籍となり、同年3月22日から上北線での営業運転を開始した。そのうち300には、同年6月15日から側面を200番台と同じ窓周りにオレンジ色を配する車体色変更している。2014年4月時点で、 JR 社は、美濃オ田タ両区に17両、伊勢車両区に21両在籍し、東海交通事業が4両保有していたが、2015年3月1日の竹豊線の直流電化に伴い、同線で使用していた、キハ25系及びキハ75型について、主に鉱山線、タイト線に転用すると、JR 東海より発表があった。その後年月には、 2014年度から2015年度に、かけ的ハ25系の二次車二両を順次投入し、国鉄時代に製造された、キハ40系列及び JR 発足初期に製造された、統系列を置き換えていく方針が発表された。タイト線の運用はキハ40系列と共に2015年を、もって消滅し、同線を走る列車は、すべてキハ波25系及びキハ75型に、置き換えられた。 運用を離脱した、キハ11系のうち、除籍予定だった16両はキハ40系列ともども、ミャンマーへ譲渡されることになり、2015年3月のダイヤ改正後は、ミノ・オータ両区所属の100番台が、伊勢車両区への転属的やミャンマー鉄道省への譲渡目的での改装が始まった。同月十二日に百一点一0四百五の三両が、伊勢車両区へ改装され、 24日付で転属となり、検査期限切れ間近な車両を置き換えた。同日に106.113、115.118から121の7両が、名古屋臨海鉄道、東港駅へ改装れ同日付で、廃車、31日にそのうちの6両が、ミャンマー鉄道省への譲渡のために、名古屋臨海鉄道、ND5529 の推進運転により、 名古屋港岸壁に搬入された。また、8月1日日波25系二次車の帰省本線、三宮線での運用が開始されたがゆえに、伊勢車両区で運用されていた5両、8.10104.10508、うち3両は、美濃大田車両区からの転属車も置き換えとなり、ミャンマー鉄道省への譲渡のためにカサデラまで改装され、同月6日に東港、東、 名古屋港を経て、名古屋港を OF 等に搬送され、同日付で除籍れた。10月29日にも同じく、伊勢車両区で運用された7両、1.24.507.10910が余剰となり、伊勢市亀山名古屋車両区の経路で改装され、同月30日付で除籍された。こちらも全車がミャンマーに譲渡されている。この他にも、 後日の日立中海浜鉄道上都車を除き、2015年度に除籍された例番台、百番台はすべてミャンマーに上渡された。ミャンマーにおいては、車両限界が JR 線と異なるため、冷房の室外機の部分のみ屋根の高さが下げられており、車両側面の中央上部に室外機からの通気口が設けられている。 2015年10月までに0.100番台がすべて車席抹消されたことにより JR 東海は在来線座席旅客車においてステンレス車100%を達成した285系を除く上述した100番台の1両と東海交通事業所有の200番台4両については日立中なか海浜鉄道へ譲渡された 2015年4月22日に123が、美濃大田車両区から、愛知機関区へ輸送され、同日付で、廃車、即戦でヨ8925と203.204の2両と共に留置されていたが、3両が28日から30日にかけて陸送され、同日、日立中海浜鉄道港機関区へ到着した、後には、300から103に牽引されて、 機関庫に搬入された。同社からは5月7日に購入が公式発表された。外観は塗装が JR 東海時代のオレンジと緑の帯、湘南色から少し濃い目のオレンジ一色体に変更されているほか、運転席上部の車名ロゴが剥がされ代わりに車両番号が書かれている。その後、必要最低限の改造工事並びに整備、試運転と車番の改版。 脇波十11から123号、2036、204、7を行い、12月30日の始発から順次、営業運転を開始した。その後、2016年4月からはきは11から7、Q204 がクリーニング戦火のラッピング車となった。なお201.202については、当初から部品取り用のため、2016年12月現在、未竣工、未入籍となっている。 2018年4月1日時点で、前述の東海交通事業に譲渡された2両を除く303から306の4両が、名古屋車両区に配置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。